皆さんこんばんは。今宵も始まりました販売員の夜会第3弾。販売員の夜会とはまさに職場では言えない販売員の本気のお悩みをこの夜の会夜会を通じて皆さんと一緒に考えていきたい、そんな番組でございます。今回もお悩み相談をいただきました。小春るさんでございます。いつもご視聴ありがとうございます。いつも拝見しています。私はアパレルではなく化粧品販売で店長をしております。昨年新店舗で着任したのですが、スタッフがみんな私より社員歴が長く、そのうちの一人への指導がうまくいきません。嫌われてもいいと思い、品出しの間違い、お客様への間違った商品情報をお伝えしたこと、待機姿勢、作業姿勢などなぜ間違ってはいけないのか、姿勢を崩すことでお客様がどういった印象を持たれるのか伝えました。書ききれないくらいいろいろな問題があり、改善するための対策も伝えましたが、本人は否定やダメ出しをされたと泣いてしまいます。指摘されて落ち込み、改善にはつながらないの繰り返しで、今は当たり障りなく接するようになりました。そのスタッフのご家族はパワハラを受けたと思っているようです。うまく指導する方法はありますでしょうか。別の店長も指導を諦めたスタッフですが、歴が長いため職位と実力が伴っていないと本部より指摘があり、再教育中でした、ということでございます。はい、なかなか指導が届かないスタッフさん、そしてスタッフご家族からはパワハラではないかと言われてしまっている。こんなね、切実な上司としての悩み、店長としての悩み、これもあるかと思います。本当にありますよね。今回のテーマ、それパワハラなんじゃないですか、こう言われてしまった時の対処方法、皆さんと一緒にぜひ考えていきたいと思います。私もハラスメントではないんですか、そんなことを部下の方から言われた経験あります。今このコンプライアンス非常にない日本ではね、厳しく取り締まってるせいもあり、上長の方立場が息苦しい、指導がしにくい、これは切な悩みだと思います。今回はですね、パワハラを受けているっていうよりもパワハラなんじゃないのっていうふうに言われてしまう上司の方へ向けて一緒に解決につなげていきたいと思っています。中にはね、これパワハラなんじゃないかなって悩んでる若手スタッフさんの問題解決にもつながるかなと思うので、最後まで聞いていただけたら嬉しいと思ってます。これね、私にも考えがありまして、パワハラと指導、これは非常に表裏一体だと思いませんか。指導が強い方っていうのはどうしてもパワハラに触れがちなんですけども、そのぐらいきつく指導しないと指導っていうのはできないんじゃないの、これ私も思ってます。もう一方でセクハラ、これもですね、コミュニケーションと表裏一体なんじゃないの、スキンシップと表裏一体なんじゃないの、ちょっとスキンシップコミュニケーションが過ぎてしまうとセクハラなんじゃないか、そう思われてしまう、そういったこともありますよね。私これ思っていることがあって、あんなに強い基調なのにパワハラって言われない人、あんなにスキンシップが多い、異性に対してもコミュニケーション活発なのにセクハラだと思われない人、これ何があると思いますか。はい、表裏一体の中でも間にあるもの、これはその相手との信頼ですよね。はい、信頼があればどんなにきつい基調でもパワハラにはならない、そして信頼があればどんなにスキンシップが多くてもセクハラにはならない、そんな風に考えます。例えばイチローさんいらっしゃるじゃないですか、あの有名なもうプロ野球選手のイチローさんからどんなにきつい言われ方をしたとしてもパワハラなんじゃないのって、なんかそこまで思えないというか、それはプロ野球選手としての絶大な信頼があるから、その人からの言葉っていうのはなんかアドバイスにしか聞こえない、これ店長上司の立場もあると思います。指導する側とされる側、この関係性には信頼関係が必要だよって話なんですけれども、もう一つあると思うんですよね。それは部下、相手のビジョンを理解しているかなと思うんですよ。ビジョン、目標です。
その相手が店長になりたいと思ってないのに店長になるかのような指導の仕方をしてしまう。これね、パワハラって思われちゃいます。一方でその人は店長になりたいと思ってるのにそれ相応の指導をしない、何も言わない、何も触れない、放置、これは逆に指導が弱いと思われてしまいます。これ何が大事かというと、指導するされるこの関係性においては相手のビジョン、なりたい姿を理解することが必要かなと思うんですよね。これお話戻って相談者さんのコメントにちょっとお返しするとなると、その人が間違いを正せない、なかなか改善できない、これね最後言ってましたけども、会社が求めるその職位、求めるべき業務レベルと本人のレベルがマッチしてないから本人が息苦しいと思ってると思うんですよね。相談をいただいたその店長さん、小春るさんの問題じゃないと思います。これまで培ってきてしまったその人との接し方に問題があったかと思うので、今この場で改善するっていうのは本当に努力が必要ですよね、だって今まで正しい評価をして正しい職位を与えていれば、その人が今できていないこと、間違えた出せないこともちゃんと評価に含まれていて、そこまで高い職位を求めないと思うんですよ。入りたてのアルバイトさんに店長のようにシフトを作れない、なぜ作れないんだって言いますか？言わないですよね。なので指導っていうのには評価っていうのが本当に紐づいてくるんですよね。私これよくお伝えしてるんですけども、指導力を上げたい、これつまりその会社の評価基準を理解すること、これはもう勉強です。評価基準を理解すればこの人がどこまでやるべきなのか、ここをやるべきなのかっていうボーダーが自分の判断ではなく会社の判断でできるんですよ。メンバーと向き合う上でハラスメントを防ぐためにはどうすればいいか、今言いました会社の評価基準を理解すること、もう一つは会社の規定種、規律、規則が載っている、そんなものがあればそれを必ず見返しましょう。店長とは何をするべき仕事ですよ、店長って表記がなくてもそのグレードの人は何をすべきですよ、これ載ってます、いいですか。ついつい感情論になりがちな指導もその職務責任だったりとか評価基準っていうのを理解していれば会社の言葉で指導ができるんですね。あなたのグレードだったらこれをやるべきです、次のグレードになるためここまでやるべき必要があります、そんな指導の仕方ができます。なぜパワハラになってしまうのか、それはですね、相手本人の描くビジョンと指導する側自分のビジョンがマッチしていないからです。だからパワハラって思われてしまう、指導が強いって思われてしまう。テクニックとしてはぜひ会社の評価基準や会社の職務責任の線引きはどこまであるのか、これを自分自身が武器として理解すること、規定種の理解、人事制度の理解っていうのは武器です。武器がないまま戦おうとするから自分がやられてしまうんですよ。これね、小春るさんのように現職の今の店長としてその人と向き合わなきゃいけないって、これ本当大変だと思うんですけれども、ぜひこのタイミングで今までの評価基準を是正するつもりで向き合うべきだと思います、そのためには自分がやっぱりね矢面に立つことになるから、この店長なんだよ、この店長になってから厳しくなったよってやっぱ思われちゃうじゃないですか。そうならないためにもあくまでも会社の言葉で話すことです。会社の武器、規定種、人事制度を元手に言葉を発すること、ここにも書かれてます通り、あなたのグレードではと、あなたの職務責任としてはと、そんなお話し言葉をすること、感情は一回ゼロにしましょう。私もですね、これまでですねエリアマネージャーの増資、統括マネージャー、そして人事の立場もやってきましたので、こういった、対人面談っていうのは本当にたくさんしてきました。月間ですね40名ぐらいはですね面接面談をしてきたんですよね。面談ですね、はい、個人面談をしてきました。なのでですね、非常にハラスメントっていうのがお互いの武器になるんですよ、部下の人からの武器にもなるんですよ。それハラスメントじゃないですかっていう。で、これね、実はね、逆パワハラってあるんですよね、そういった立場が、
と上司の方が逆に立場が弱くなってしまって、複数名でそれパワハラじゃないですか、パワハラじゃないですか、上司に言いますよって脅かされてしまう。だからもっと指導ができなくなっちゃって、チームがすごく弱ってしまう。これもあると思います。だからやっぱり店長になったら、責任者、評価者になったら、ぜひ武器を手に入れるべきだと。武器というのは、原動力とかそういうところももちろんですけど、そういうことの前にもうすでにある武器です、会社が決めたものを理解することによって冷静な判断だったりとか線引きっていうのができるようになります。そして武器を持ったとしても一人では戦わないってことですね。必ず上司の方、本部の方を巻き込んで、自分の個人の意見ですよではなくて、会社の意見です、決定ですってことをお伝えするようにしていってください。上司、店長の特権っていうのは、ぜひ本部を巻き込む力があるっていうところです。一人で仁王立ちして店を守るぞ、そんなことをやってるのがかっこいい店長ではありません。本部の方を巻き込み、そしてお客様のためにメンバーと向き合う、それができる店長っていうのがやはり優秀な店長だと思いますので、自分が武器を手に入れるプラスして多くの人を巻き込む、そしてお客様のためにそれを乗り越えていく、それをすることが必要だと思います。優秀な店長ほど相談が非常に多い、そんな風に感じています。はい、ということですね。ハラスメント、パワハラ、セクハラあると思いますけれども、自分自身がどういったところからアウトなのかが理解できてないから怖いんだと思うんですよね。それが理解できれば勇気を持って一歩踏み出せるようになると思います。今宵もお付き合いいただきありがとうございました。これからもディープなお悩み一緒に考えていけたら嬉しいなと思っています。それではまた次回、おやすみなさい。